守れ打ち上げクオリティこの番組のパーソナリティ三人の連帯感を高めるために番組終了時に行う打ち上げの料理のクオリティをかけてリスナーの皆さんからもらったお題にメンバー一人がチャレンジしていますはい、もしお題をクリアできなかった場合失敗するごとに打ち上げで予定されているメニューから一品募集 <laughs> <laughs> ちなみに現在のホテルメニューは最高級のお米だけです うわ今回の結果時代では最高級がなくなってしまいますやだやだ <laughs> え中級になりますその場合ついにこの時がやってきてしまったねはいまずいねかなちゃんがいない間にあれ3つあったのになって言われそうですね, <laughs> やれるね確実に、はい、いや大丈夫1つ残しておけば、うんまああそうですよいいでしょうじゃ今日は2人とも成功するという、うん、そうだねお米守っていこう、はい、意気込みで頑張ります じゃ,あじゃんけんしょ、はい、初はいは<っ>あ,あいこうでしょうあ,あ負けた勝ってしまったではひさこちゃんころはい責任重大はいあこれはいけんじゃないえー、チャレンジしていただくお題はですね、はいばねずさんからいただきました「割り箸を綺麗に割る」ですこれは うんじゃないですかうん。ほぼほぼって今シャって渡されちゃったけどシャッて渡されそうだねこれは割り箸のコンディションによるよね,うよねひさこちゃんのコンディションっていうか私じゃない <laughs> 製造者の <laughs> 話ですそうだねこの割り箸が、はい、どこまでいけるのかっていうところ綺麗、ねうんまあ、にもどの程度かっていうのもよりますけどね綺麗ってどういうことですか、まあ、真ん中にバーカと割れるのが綺麗、うん、この筋の通りに 寄っちゃったりとかしたらもう綺麗じゃないという認定ですか,かこれは一気に行った方がいいのかゆっくりやった方がいいのかうわー,うわーどっちがいいかなしいです、ね、ラジオ的にはゆっくりが面白いけどでも一気にもういいかもしれないね <laughs> あ、どっちがいいかな一気もいいよねラジオ的には <laughs> パッとガッてなるのもパッと割っていきますお任せしますはいはいではいいですか、はい、それではレッツチャレンジレッツチャレンジ ちょっと切れ目を <laughs> <laughs> ちょっと切れ目を安全策に出てますよ。あ、でも怖い。いきます。<全>はい。判定のパーン。<は>どうすか。これ,はこれは判定はいかがなるもの。これはちょっとちょっと右に寄ってますね。<laughs> ね ということで。<ー>このお箸で食べるはずだった。最高級のお米が。募集。この音なんか。わあ<ー>、じゃ。いや、でも、結構以前行ったよ。うんまあ 食べる分にはいい。全然問題ない。うん、これでなんか、あ、今日も全然できないとか思わない割り箸の割れ方だよ。なんか、すごいよったらさ、もう、今日いいことないってなるけど。素晴らしい。美味しかった。美味しかったな。じゃあ、中級。中級の、また。どうすんの、この中級って。五品を。選ぶ。あ、私たちが選んでいい。じゃ、なるほど。中二。おめんなさいとか。じゃなくて、また新しく中級で。作り直せるんですね。なるほど。じゃ。あ まず中級の好きなもの言っていいんですかいいよいいよ言って言って中級のうどんえええうどんううどんいいですかいいよやった。いいけど中級のうどんってなんだろうねどこらへのこと疑問に思いましたうどんって記号うどんが好きなのうどん好きなんですよどんなうどんでもいいの何か種類はあるの釜揚げが好きみたいなああ。 かまたまうどんがいいみたまたまとか好きですけどでもせっかくなんで天ぷらうどんがいいですね中級の天ぷらうどん天ぷらならいいよね中級できっといけんじゃない天ぷらプラスうどんうん天ぷらプラスうどんねじゃあ私中級の日本酒にします具体しになりましたねお酒がうん。岐阜に日本酒きっと美味しいのあるに違いないと思っていいですね中級っていうのがちょっとわからないけどこのじゃあ日本酒に合ううん

お酒、魚、中級の,中級のデザート系を入れたいです。いいね甘味。甘味は何が好き？甘味だと。そうです、ね。ああのー、中級かどうかあれですけど、で、うん、白いちごのタルトが食べたい。<laughs> 限定だね白いちごのタルトは中級なのかどうなのかみたいなねそこに中級も何もないんですけどねまト、いのタルトとというこかわいそうな現場にはねお菓子が充実してるんだよいつもね誰かがおいしいものを持ってきてくれる系が多いですよねおいしいよね白いちごのタルトですあと一個そして最後炭水化物お酒お魚甘いものあとんだろう 何が食べたいですか、うん、あ、野菜は…野菜か…こう…あれ私たち野菜があんまり<れ>…残したわりには人たち…そんなにかなかか…なんか野菜は前ね、あったから、はい、なんかこう、具体的になったからもっと具体的なやつにしたいなって思うんだけどコーンはいかがですかーコーン作家さんがちょっとお話ししてくれたそうそうそうでもそれ最高級だよね、きっとねあれそうか <laughs> うんうんでも いいやあのネットスイートコーンみたいねそうそう。何コーンでしたっけあれは高かコーン高値コーン岐阜県にあるらしいんですけどまあそれは最高級なのでただのコーンあっでも生で食べるコーンあるじゃないかないコーンねはい高値コンの一部とかでもいいけど何粒中級だから これでいいですかこれでいいよしこれでじゃあよしえ、でもりなさんがこれからやってはあー忘れてたやるんだえ、もうやらなくていいんじゃないせっかく中級のメニュー出したしうそやっていただいてもしねー、うし、とら、うーちょっと終わりました前のやつですしかもうで止まってますうーうーあ頑張ってくださいここから一個削るのは やだせっかくせっかく決めたのに守る守る私守るできますリナさんが守るモノクロさんから頂きましたはいえ挑戦側ではないパーソナリティさんが5イントスを行い挑戦者が表裏を言い当てるチャンスは2回あの2回あるの 10円玉で10の文字書いてある方が表分かったはいとなりますはいそしてペットやってうんペットってペット守るねえ全然分かんなかった表か裏かえっと10がある方が表だよねはい裏開けますせーのパーン。 表か裏か分からなくてすみません。もう一回ごめんなさい。気を取り直してゆっくり開けます。Yes。ちょしかできない。ひさこちゃんが動揺しています。あ、これレアだな。手動揺ひさこレオだな。トスしてないつねます。そしたらあのできないんで。はい。表か裏か。じゃあ表にします。今回は10の方。Yes。じゃあ開けます。ダダダダダダン。 これはじって書いてるかなじゅうって書いてるなーいえ、これ一回目ですからもう一回で当てればうわ今当ててたら楽だったのになダンデン表か裏か表で銃が上、来ますダダダダダダン表ですよこれ銃が上ですよねやった 村に見えた今中が表で大正解ですよしということは中級を守ったねはいよかったこれでカナちゃんに怒られないねいや怒られるかどうなんでしょう全く滅物になってますからね何これってなるまあいいかはいということで守れ打ち上げクオリティでした